花はじめとクレイジーキャッツは日本のジャズバンド、お笑いタレント、歌手グループ、クレイジーキャッツと表記される場合もある。もともとは9番キャッツの名で活動を開始したが、新中軍のキャンプ周りをしていた際、演奏中に洗面器で頭を叩くギャグが大受けし、You are crazy と言われたことから、クレイジーキャッツに改名したとされている。渡辺プロダクション所属。 数多くのバラエティ番組に出演し、コントを演じるようになってから、コントグループと見られるようになった。しかしながら、下記の通り各人は、音楽の経験やテクニックという点で卓越した技量を持っており、単なる、コントグループ、コミックバンドとは全く違う、音楽の質の高さを兼ね備えた異色の存在とも言える。略称、クレイジー。 音楽コメディという芸能活動を広めた大一人者である。九百六十年代に一世を風靡したコミックバンド。バンド結成時にその資金を出したのが渡辺進であり、そのため結成当初から渡辺プロダクションに所属した。九百五十五年の結成後、ジャズ喫茶での音楽ギャグで人気を博し、大人の漫画、シャボン玉ホリデーなどのテレビ出演をきっかけに人気が、 爆発した。映画でも、クレイジーの出演作は、東方のドル箱シリーズとなり、挿入歌として発表された、シングル、スーダラしはいそれまでよ、ドンと説なども、のきなみ大ヒットを記録する。しかし、1965年を過ぎた頃から、植木、花、谷、犬塚ら主要メンバーの個人活動が多くなっていく。百七十一年一月に、 石橋栄太郎が脱退後、4月から9月末に諸事情から8時だよ。全員集合のつなぎとして企画された8時だよ。出発進行へのレギュラー出演を最後に、グループとしての活動機会は減る。1980年代以降は、コメディアンというよりは各、メンバーとも俳優としての存在感が増し、グループとしては事実上の解散状態を迎えていた。その後、 1993年9月にリーダーの花はじめ、94年に石橋栄太郎、96年に安田真が死去した。それでもメンバーの半分以上が健在で、2006年には新曲も発表するものの、翌2007年以降メンバーの他界が相次ぎ、現在存命のメンバーは9メンバーを除くと犬塚博史ただ一人となっている。そのため、いくつかの文献で、 すでに解散したバンドとして扱われているが、グループとしての活動ができないだけであり、現在も解散していない現役のバンドである。所属事務所、渡辺プロダクションの後輩には、ザ・ドリフターズやザ・ピーナッツがいる。ザ・ドリフターズが1964年に再結成した際にメンバー全員の名付け親となったのは、花はじめである。また、ザ・ピーナッツとは映画や番組で、 数多く共演した。なお、1960年代当時の渡辺プロダクションは、数多くの人気タレントを抱えていることもあり、敵も多かったようだが、事務所の黎明期から在籍し、最人揃いのクレイジーキャッツとザ・ピーナッツが、同プロダクションの看板タレントであったことが、風当たりを弱めることにつながった。数多くのコミックソングを世に送り出している。 グループ名義の楽曲は、大半は、植木の独唱であるが、サビの部分のみ、メンバー全員で合唱する場合もある。デビューシングルの、こりゃ尺だったにはメンバーによる寸劇が挿入されている。五万節、本棚ダラ更新曲、悲しき我が心、新五万節は植木を含む、全メンバーが一コーラスずつ歌っている。また、実年更新曲は、全員の合唱、谷、花、 植木の順で1コーラスを4小節ずつ歌い継ぐ構成になっている。なお、無名時代からクレイジーファンで一時期はクレイジーのブレイン役でもあった小林信彦はクレイジーで一番面白いのは生、次がテレビ一番面白くないのが映画と語っている。このサイカーちゃんと別れようというオリジナル曲もあるが実際のメンバーは全員良き家庭人であり、 スキャンダルや人格批判にはほとんど無縁というグループでもあった。著名なファンに実年更新曲を作曲した大竹栄一や植木とドラマで共演したこともあるところ、ジョージ、声優の関智一サザンオールスターズの桑田圭介、シンガーソングライター兼俳優の星野源が挙げられる。レギュラー番組クレイジーキャッツ全員レギュラー番組、司会、または、 メイン出演した単発、スペシャル番組ゲスト出演した番組テレビドラマ太字は主演クレイジーキャッツ主演、出演ラジオ番組 CM 映画太字は7人、全員出演舞台太字は主演舞台、コミックソングがほとんど。CD などでは植木等や谷系名義の場合もある。ありがとうございます。